空から滴り落ちてきたハイパープレッサー。そのハイパープレッサーは一つの塊となり、やがて大きな竹へとなった。この滝に打たれている人は20年前冬季オリンピック初代王者になったあの伝説の銅像である。この人は50年前オリンピックを初めて開催した偉い、とても偉い会長なのである。銅像に見た目が似てるのは血縁関係があるのであろう。私でもよくわかりません。言っちゃった。ただいまより冬季スプラオリンピックを開催いたします。よろしくお願いします。